サイサイチャンネル。サイサイチャンネル。イエーイ。後半行きまーす。本日はですね、サイチャンネル特別会10と2023の4種のさつまいも蒸し焼き実食の会でございます。イエーイ。ということでね、今日もズグさんとデンデンさんがお送りしています。今日特別会でございます。いつもの調子が、いつもと様子が変わりますけど、さんね、この2人の雑談を楽しんでくれれば、ロングの会なので、夜に他に見る YouTube とかないかったり、昼間のね、休憩見るもなかったりっていう感じで30分くらいね、ダラダラと私とデンデンさんの話に付き合ってもらいながら、特に気晴れを入れてということで、また私と一緒にね、乾杯、晩酌しながら話をラジオ代わりに聞いてくれればいいなと思って、今日は放映しております。じゃあ2本目いきますか。はい、乾杯。こういうの初めてだよね。ね、贅沢渋これ好きなんですよ。もう果汁が 31% 果物大好きで、結局今年もその念願の山梨旅行に行けなくてさ、畑に従事したんだけど、まあ悪くないんだな。これ桃ですか。桃が大好きだったよ。どう、火の様子は。僕だいぶスリーになってきてる。戻したらいける。もういけるかもしれない。もういける。じゃあ3倍してて、俺その永遠とペルソナのことについて話してるから。そうですね。じゃあちょっとリモートで聞きましょう。今回のテーマなんですけども、自由っていうテーマと農業を絡めて話してるけども、前半話した通り、自由っていうのはその元からあるもの、あと子供の時に自由だなとか楽しいなーっていう羽の生えたものが自由じゃなくて、全ての原因、全ての行動、失敗とか成功も含めて、自分に由来してることが自由だよっていうのを僭越ながらお伝えさせていただきましたんですけど、だからといってな、今お子さんがいたり、家族がいたり、養う人がいたりする中で、そんなに自由に振る舞えない、ね、どっかに属しながら、その中で生計を得ている方が多い。その中でね、どういう風にして心の自由っていうのを手に入れようっていうことで、その中でも心を自由にしましょう。浪士思想、上空 1000m メートルから今の生活を見ると心が自由になるよっていう話を、またちょっと話が変わって、後半そのペルソナっていう話に、心理学のユング、フロイトとユングっていう大教頭がいるんですけども、そのフロイトさんの方は全ての行動原理が性欲から来てるって言って、弟子のユングさんが、いやいや師匠そんなことはないよ、人間は単純じゃないよ、人間ってのはもっと複雑で、行動原理原則っていうのはもっといろんな面から来てるよっていうところで、そこでペルソナってことが話されたのかな、ユングさんの。でペルソナっていうのは、例えば人間の仮面、ペルソナっていうゲームもありますよね。私それすごく好きなんですけど、ペルソナ4かな、ペルソナ5があって、世界的に人気が爆発したっていうところで、まあそのゲームの内容を含めて、みんなが常に生活でいろんな仮面を使い分けることを反映してすごくヒットしたと思う。で、例えば僕が今このサイサイチャンネルで出るのも一つのペルソナ、一つの仮面であって、デンデンさんがこうやってサングラスをしてカメラの方に出してる顔もペルソナなわけで、画面の向こうのあなたが今日も一日すごく一生懸命会社で働いて、その中で表現している自分もペルソナだったりするわけ。なんかね、私も今年の9月ですか、このサジアチャンネルでお伝えした通り、虫の害っていうのをすごく緊張して挑んだわけなんですね。今年からこういうチャンネルで皆さんに公表するということで、失敗しないようにと思っていろんな策を講じて、でも今年の秋冬のだと虫の害っていうのが今まで以上でやられました。そしてその手段としてもう選べないということで、白菜を300ベランダで育てました。で見てある方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと徒長してますよね、ひらひらってなって、でもうあかんってところまで来たんですよ。もうダメだ。で実生活の方もね、そのちょっと予測反することが起きちゃって、農業の方もうまくいかなそう、実生活の力を入れてることもうまくいかなそう、追い込まれるわけなんです。メンタル的に、その普通の深夜の会社勤務とかしてるんですけどね、夜勤でね、そうじゃなくて、自分が大切にその中で行ってるものの2つがうまくいかなくなった瞬間、すごく追い込まれるんですね。で追い込まれてるからが勝負っていうのがあるんですけど、でもさ、付き合い長くてさ、こまめに泣くからさ、明らかに反応が鈍いとか機嫌悪いときとかで分かってるよね、もう結構。そうですね、なんかそう電話でくれてさ、今日グスさんなんかおかしくないですか、なんかこう電話でこう欲しいものがテンションが違うとかね、入りがちょっと
くらいなので、あのどうしたって出ちゃうんですよね。で、如実に分かってくれる。結局ピンチになったんですよ。で、結論から言うとピンチを覆しましたと言うんですけども、その時にどういう自分が覆してくれるか、結局自分でなんとかやってるしかなかったんですけども、こう自然度を頑張ってる自分っていうのも一つのペルソナで、あの名前出しちゃいますけど、金ちゃん農法をやってる吉田さんとか、島の自然農をやってるダンディとか、瀬戸内マイハームやってるあの面白い人とか、そういうところまで行き着きたいんですよね。で、そういう中でこうやって画面越しで話してる自分っていうのもまた一つのペルソナなんですよ。なかなかね、その今現代社会を生きている中で、デンデさんも結構仮面って使い分けてる。まあそれはまあそうですね。だからほら、まあきっと、まあ、画面越しの人もそうなんだと思うんですけど、職場の自分と家族と接する自分と、まあ、友達と接する自分と、まあ、一人で生きる自分の仮面、まあ、ペルソナ的要素がちょっとあるんだと思います。誰しもそれがあって当然なんだけど、あの子仮面かぶってるよとか猫かぶってるよとかもう当然なんだけどさ、で、そう毎回ピンチになるね。ピンチにならないと本当の自分に会えないっていうことがあって、今回もそうだったんだけど、もうあかんってなったの、はい、虫で全部やられて、白菜もベランダになったけどヒョロヒョロになって、でもう一回まあ、気にしてることがダメになりそうで、うん、でその瞬間深く深く全部周りをシャットダウンして連絡多分つけなくなったんだけど、数日自分に落っこっていったの、うん、で自分の中で他者を完全にシャットダウンして、まあ、それがシャットダウンできる環境っていうのがあるからできるんだけど、うん、とことんまで自分と語りかけて、自分が本当はどうしたいんだっていうのを聞き出したの。でそしたらすっごいわがままな俺が出てさ、その俺ってのがさ、また自分の本質なのに、わがままなくせにパワフルでさ、あこいつに任せようってバトンタッチしたら、もういい、俺は人の目線とか社会的とか映像で伝えなきゃいけないこととか、そういうことをお前にシャットダウンする。そしたら、まあ、その周りの人間関係の言葉だったんだけど、でもお前に任せるって言ったら、この1週間くらいで全部片付けてくれた。強引だよ。俺思うんだけどさ、本当の自分の奥底にある自分ってさ、倫理とか社会的通念とか人間性とか、誰しもそう思うと決して人に見せられるものじゃないんだよ。影的な存在です。影的であり、自分の中の一番奥にいるんだけど、でも一個言えるのは、自分の一番中心にいる自分だから、一番自分の中で行動力があってパワフルで頼りになる。もうバトンタッチって言ってから、白菜もね、ヒョロヒョロだった苗を改善してくれて、危ないなって思った人間関係もスッとそいつが直してくれて、病気だから大人な対応するんだよ。で、スッてやってくれて、で、畑もそんなんで足りないって今日増産したんですけど、1000単位で行けって言って、自分のもう一人の声がね、もうスタンバイされちゃって、ネギも何やってんだ全部負けバー強引にね、あれあるだろ、あるだろ、一気にやっちまえって言われて、自由につながるんですけど、その何かしなきゃいけない時って必ずいろんな方向から声があると思うんですよ。家庭がある、その社会性もある、その地域の人とのつながりもある、いろんな声がたくさん入ってくるんですよ。でうわーってね、情報型で肩だからこそネットの情報もあったり、今ねこうした方がいい、あした方がいいよ、いろんな声がある中で自分に依頼するっていうことが選択肢の中で見えなくなってる。そう、特にそういう権力のある人とか有名な人が言った言葉の方に手を伸ばした。で、もうそういう時こそ自分の奥底にある自分の根源的、自分の本当の本当の本質の声を聞くと
概正解に持ってれるし、何より実際に行動するのは自分自身だから、こいつの声を聞くと、はい、やっぱりその行動が間違ったとしても気持ちいいんだよ。そう、気持ちいいから、そう、すごくその目の前にある壁も壊せるか分かんないよ、突き抜けるか、でも気持ちよく向かっていけるんだよ。そう、だから、ね、自分に由来する根源のペルソナの、いろんなペルソナあるんですけど、来世、友人関係、家族関係、恋人関係、社会関係の中で一番問題があった時に、一番自分の由来する根底の自分の声を聞いてそれをパワーにすると、その問題打破できたり、その問題が結局失敗しちゃったと。でも本当の本当の自分が決めたことだから、どんな結果になろうとも納得できるんですよ。だから今回そのこれもそう、これは使わないでおこう、使った方が楽なんだ、だけど窮地に立たされた中で言ったんだよね、心の声が、みんなネギ食わせろとか。そしてこの元倉ってネギをここで途切れさせたくなかったのに、自分で種取りしたのね、意地でもやれと、もう一人の俺が突き動かしたそうだからね、今その通りに動いたんだよ、すごいスッキリしてる。だからなんだろうね、だから自分の中で、うん、その自然のっていう解釈が公に広まってる自然のってさ、その畑で採れた資材とかさ、それを畑で消化するっていうたりするんだ。だから僕が山からタイとか領土持ってくる一部の自然の人からとちょっと違うんじゃないっていうんだけど、それは自分の中でこの地域の人たちに野菜を食べてもらうから、その地域の中で循環すればいいっていう納得ができてるからやるわけ。だからこれもその循環をするためにやらざるを得ないっていう、自分の中から自然の自然道の自然で、自然とおのずから湧き出てくる、おのずからしからも自然っていうんだよ、おのずから自然の自然、おのずから善はしからむ、おのずから出てくる感情によって行動するから自然なんです。そういう時はね、結構自分に甘ちゃになってね、それは NG かOK かっていうね、自分の本当の結論から出てきたものなら行け、やれ、人のアドバイスじゃないんだ、自分の本音でやるって思ったらやるんだっていう拡大解釈の自然道だよねそう、超絶理論だけどさうん、だからそう、なんかね、自然道を始めて虫や草を敵にしないって言うじゃん、実際見てるとリアルに、まあ、リアル見たら、うん、虫からしたら敵ですね。でしょ、草からしたら敵ですね。そうそう、でも虫もほら繁殖するために頑張ってるでしょ、うん、でもほら虫の社会も分かんないけど、うん、虫の子供生まれて、うん、家族増やしたいけど、グッサンという人がいきなり現れて、うん、なんかねえ、消されてる、まあ虫があかんって虫を殺してしまうこともあるじゃんね、はいはい、だからこれはね、本当に思うんだけど、草はさ、はい、なくなったのよ、はい、その、あ、草生えてんなって思った瞬間に、これ草肥料にすればいいんだ、肥にすればいいんだ、だから草は実際切るけど敵っていう気持ちはなくなったんだけど、虫はわかんない、これはっきり言うけど、こういう回だから、虫は草を敵にしないの、これは本当に前にちょこちょこやって5年経過して6年に差し掛かる俺が言うんだけど、虫は草を敵にしないの、虫が本当に未だに理解できないんですよ。その虫を敵にしないっていう味方につける方法っていうのはよくわかんない。だって川口さんとか出て本読んだでしょ、はい、書いてないでしょ、書いてない、最初の本ってだから、うん、謎なんだよね、謎、なんかこう何を考えてるか分かんない虫たちが集まって、うん、食べる株とか味方にしてれば食われないとかね、その虫を敵にしないっていうのがよく分かんない、虫の気持ちなんて分かんない、そういうことかもしれない、この間撒いたスープスプレーとか撒いて、うん、虫を臭いなんて、散らばるって、うん、やってこないのか、それも敵にしないことなのかだから明らかに友好関係は築けてないわけ、そうなの、一個分かるのは虫をね、生かさずに殺さずに圃場にいて食物連鎖ができて虫たちの亡骸とか土が豊かになるってのは分かるんだよ、はい、で
もあいつら全部食うからね。虫が終わるまで、うん、生涯終わるまでの間を味方につけるっていうことで、ね、人々その過程がわかる、うん、よく見るのさ YouTube でね、はい、ベテランな人がさ、はい、結局食われましたと、すごくもう10年目の選手とか20年目の選手が食われちゃいましたってさ、これ言うんだけどさ、はい、しょうがないですねとか言うんだけど、絶対落ち込んでる、絶対自分に言い聞かせてるよ。だから、うん、そのなんていうの、僕さ人間関係もそうなんだけどさ、はい、本音と本音とぶつかってもさ、人間のそのいろんな性質の人がいるじゃん、はい、分かり合えないタイプの人っているわけじゃん。でさっきのペルソナの話だけどさ、じゃあ大人なペルソナかぶってさ、こういう見方で全部ありがたいと思う見方、輪廻の見方でさ、うん、接するとさうまく接せられるけどさ、でも本音ではさ、うん、こいつは分かり合えねえなっていう人いるじゃん。そうですね、さ、うん、だから虫とかも多分さ、このラインでは分かり合えないんだけど、真相の心理では、うん、このラインで接して虫スプレーでやって、そうだね、食べてもこれがいつか血の栄養になるんだよねって思えば分かり合えるっていう、なんか僕にはの限界、もっと深い考えあるんだろう。それがね、今年6年目のまだ実力不足の限界だよね今の。だからなんていうの、まあ、こうやってほら上に食譜つけてるじゃん、うん、だから全農だと、まあ、わかんないけど農業の初心者だから、うん、私でも虫を敵にしないっていう、うん、虫はうまそうな芽が出てね、うん、初期の段階で食って、うん、うめうめ出ますって気持ちいいね、気持ちいいじゃないですか、うん、それも虫からしたら自然体だから、うん、はてなのだけど、うん、それを阻止されてるこの食っていうのをかぶっちゃってると、うん、虫からしてみたらはてなの、はてなんだよねあのさ俺たちからしたらさ、うん、上空にさ空が今日は見えないぞっていうさ、雲もないぞっていうようなものだよね、うん、太陽がないよ、あれって。そうですね。で、その虫自体が、うん、食服とかディスプレイで、まあ、虫探偵の人が邪魔してるって言って広まって、虫からしてから敵だってか分かり合うってさそうだよね、本音で言うとさ分かり合えるはずがないよ。そう、うん、下にせっかくうまい、うん、ね、苗が出てきたのに食えねえじゃん。そう、グッサンの言う通りさ、それを食うのが彼らの自然なわけでさ、自然待てよ、ってことはそこのあたりをもうちょっと深く広い心で見れるようにならなきゃいけないってことだな、まあ、しょうがないね、自然だもんね、うん、ってなるのかなって話しちゃったよね俺たちがさ、仕事の合間縫ってさ、はい、狙いで目こすりながら作業やるじゃん、はいはい、それで植えましたって言ってさ、はい、1週間後見てみましょうって言ったら全部ないやん、全部食われてるやんって言ったらさ、はい、ブーンだよな、ブーンってそうですよね。でその周りにはなんかこうルンルンな虫がいてあー腹いっぱい食ったでみたいなさ、はい、ごちそうさまーなんつって、はい、ちょっとね虫にさ、はい、私たちがどれだけの業務をしてさ、その合間を縫ってやってる、分かんないよね、虫からしたらね、はい、分かるはずもないんだよ。だから、なんて言うんだろう、うん、虫、うん、まあ、自分が虫の気持ちだったから、うん、まあ、グッサンという人間が種を植えてて、うん、うまそうな野菜を生やしてくれた、うん、ありがとう、感謝するよ、え、これ食っていいんだよねってそれを食って、うん、ハッピーじゃないですか。ハッピー、そうあ、だからそこなんですよ、だから、まあ、そうなんですよ、うんうん、俺ら虫を好きになる。例えばさ、人間でもさ、すっごい惚れてる人がさ、うん、さ嫌いな人がさ、例えばさ、俺がさ、自分のためにさ、ウインナーとかケーキとか買ってくれるじゃん、はい、で、すっごい嫌いな人が冷蔵庫開けてさ、あウインナーがある食っちゃったじゃん、ケーキ食っちゃった、あうめーってありがとう、グッサン食ったよって言ったら、お前何食ってんだよ、あれねってなるじゃん。でもさ、すごい好きな人がさ、うん、あれケーキとウインナー食べちゃった、美味しかったって言ったら、あ、食べた、美味しかった、よかった、すごい、どうだった、美味しかった、よかった、喜んでくれてってなるんだよ。いや、虫に惚れろってこと、飽きるぐらい忘れたけどグッサンダメしてないけどいやさあ、でもそれワンチャンあるかもね、やってみようか、ちょっとさ
全部1000本単位で作ってるからさ、1000本ぐらいあったけど、500本ぐらい虫にもう食べてもらうよ。もう試食会、虫の試食会をしてもらって、いや。で、そこに行くと、虫食いの野菜でも、うん、要は虫食いの野菜ってさ、ちょっと話が飛ぶんだけどさ、あの海外だと OK らしいの。日本の企画だと NG なんだよ。要は、あ、虫さんが食ったんだ、でもそれって安全ってことだよねって、虫を理解してればさ、俺たちもじゃあさ、その世間の人が虫を理解してれば、虫食いをさ、うん、あ、虫食いだけどいいやってみんな買ってくれるしって言ってもさ、どうぞ。俺も聞いたけど、食いがあるってことはごめんなさい、うまいと思うから、で、一個ここで話すと、あの細かい情報なんですけども、アリウ酸窒素、要は虫食いになっちゃうキャベツとかレタって、あの低育不良で、あの植物が、まあ言ってね、あの鎮守効果をその発せられなくなっちゃって、養分過多で弱ってるから虫が食いに来るっていうのもあるんです。思い出して今ね、その自然農のプロの人の理論だと、その健全で健康な土壌でそれに見合って野菜を育てれば、健全な野菜ゆえに虫に食われないっていうんですよ。信じられない本当に。いや、これね、でもさ、これは一個言える。その植物がピッチング効果を発する前の弱い赤ちゃんの状態だと効果を発するもないんだよ。弱いから守ってあげなきゃいけないんだよ、うん、で話も戻るんだ。そう虫を好きに虫食いとかが許容される世の中になれば、人類で言うとね、虫がね、あの握手をしてね、こうやってね握手をしてね、はい、よしこれでお互いってなれるんだよ。今日からじゃあ分かったよって、うん、先週、うん、あの500食べるから、うん、あとは見守っててやるよ。そうだってお前らがかじってもみんな受け入れてくれるから、俺は別にいいんだよ、みんなハッピーだよってなるよ。俺らが食って、うん、うまいかどうか確かめてやったら売れてみろって。そう世界のさ、世の中の価値観がそうなればさ、あ、これあ虫食いしてるじゃんってことは美味しい野菜だ、私これ買おうってなるじゃん。安全だ、これ虫食いがないってことはちょっと怖いわって主婦の人がさ思うようになる世の中になれば和解できるの、虫と人間のなるぞ先は長いよ。そうですね。でまあこんな感じで、そう結構時間が20分超えたな。で、あと最後にそのまあ、こういう機会だから最初チャンネル始まって4ヶ月、現在登録者数が242かな。この企画自体がその200人突破の時にやろうって言って忙しかったからできない、うん、つい最近ね、いよいよデンデンさんがねこうカメラ越しに登場してくれて、うん、でよりバラエティに富んだお前らふざけてんのかって言われるぐらいの農業映像を届けたいってね。まあ確かにパネルキュー飛んでるけど、うん、まあなんかグッチョンの話を俺聞いてるような感じになっちゃってる、うん、俺ね、そう今日のまずテーマだけどさ、あのテンプレタセオリーがものすごく大嫌いな人間、はいはい、こうやれば売れる、こうやれば絶対いけるっていう理論ってある確かにそうなんか意外にその理論が逆いったらうまくいくってこともあるかもしれない、うん、グサン蒸し焼き器に芋を入れてから1時間半ぐらい経ちましたけど、今何時ぐらいですか？今11時半ですね。11時半、今回の収録もほぼ終わって、いよいよこのサイサイチャンネル記念会、自由と2023、4種のさつまいも蒸し焼きでの実食食べ比べの会がね、いよいよ大詰めで、そうですね、まいもの出来を、はい、どうでしょう、ちょっと触ってみて。これすごい見て、なんか皮がさパリパリしてて、うん、超柔らかいの。じゃあちょっと思いっきり割っちゃってみて。熱いの。なんかこれ。でしょうね、蜜も出てるし。うん。パカッていける？ちょっと割ってみましょうか。うん、臭いけど。熱っ！何これ？ちょっと待ってください。ほんと、デンデンさんはさ、嘘つけないから、リアクションが。はい。ほんとってわかるから。いきますよ。うん。ちょっと待って、無理。それ、美味しいリアクションだよ。はい。ちょっと待ってください。うん。それちなみに何？ベニアズマ。ベニアズマ。ああ、王道だね。最近主流の。いきます。こう、音聞こえます？うん、ほら。湯気も映せてる。わ、すっげえ。すごいっしょ。で、ちょっとさ、食レポ開始。食ってますか？うん。
さあ、2023年、我がサイサイチャンネルグリーンオービットの畑で採れたさつまいもを今年初めてデンデンさんが食べる。いただきます。2023。はい。10月23日になりました。いただきます。はい。初撮り。超甘い。すごい、なんか蜜が入って濃厚。ベニハツマ？なんかすげえホクホクしてんの。いやー、湯気映ってるよ。うまっ。さあ、どうすか？じゃあちょっと食べてみますよ。はい。新鮮？皮がパリパリなんですよ、もちろん、ほら。でしょ？皮が完全に、何？仕上がって。これ。この湯気よ。キラキラしてるんだよ。ねえ。なんか、栗食ってるみたいじゃないですか。あ、そう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 。栗みたい。で、すっごく自然な甘さ。そう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 。やっぱ炭がいいね。ねえ。外側はカリッて焼けて、うん、内側がホクホク。でしょ？いや、あなたやばい！これさ。やばい。うん。結局、栗を食べてるような感じ。うん。甘さもすごい自然で。そう。えぐみがないよね。ない。その、シンプルに、ただ口から、はい。甘い、あったかいっていうのが、はい。その二つだけが、こう、と、じゅわーって広がっていくよね。そう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 。甘い。うん、うまい。そう。でもなんかね、甘さもちょうどいいんですよ、これ。じゃあさ、はい。これ、なんだっけ？あ、やばい、俺落ちちゃった。で、これがなんだっけ？これは、紅はるか。これ紅はるかだったよね。これ、あ、これね、なるとき、あんの芋行こうか。これ、あんの芋行こうか。あんの芋行く。はい。あんの芋ね、丸いんですよ、これ。あ、ほんとだ。ふさん、あんの芋どう？熱くない？俺、熱いの大丈夫。ほら。色が違うじゃん、あんの芋やっぱ。本当だ。白より黄色じゃん。黄色だ。それもなんか栗っぽいね。どう？味が違う。違う？もうやば。こっちはね、あの紅はるかは、はい、あのスイーツの味わい。うん、でこっちはその酸味が一瞬来るんですよ。はいはいはい。酸味が来て、はい、ただ甘くなくて。はい。薄味で、はい、一口食べて、下べらの感覚でいくと、塩味がちょっと効いて、後にほのかに甘さがちょんとくる。へぇ。それがね、多分ね、あんまり甘すぎないんで、はい、ビールに合うの？おしみつ。おしみつ懐かしいね。今の人さんも。だから、あ、芋の違いで味が明らかに違うから面白いよね。そうっすね。皮カリッカリだもん。カリッカリ、うん。うん。ちょっと割ってみますよ。うん。あっつ。丸っこいから割りにくい。あ、すげえ。あ、いいじゃん、ほら。どう？やっぱ黄色いね。黄色い。うん。だってこれ色比べてみたら全然違うね。うん、ほら。ね。ちょっと食ってみます。グリーンオービットの2023のさつまいもの、はい、あんの芋の出来は、あー確かに、こうほのかに甘さが来る。そう、さっきの甘さとは別の種類の、うん、違う甘さ。うん、なんか個性的ですねこれ。またうん、うん、うまい。そう、なんかさ、紅はるかはスイーツの甘さだけど、うん、確かに、あのより自然な、うん、より本来の芋の甘さ？うん。あるね。うん。その、食としての芋なんだけど、甘いっていう。そうですね。うん。このなんか、甘さが、ほんと自然で、口に広がる、ほのかな甘さ？うん。なんていうのかな。まあ、とにかく美味しい。食レポ下手だけど。いや、ほんとだよ。だって、
本当だ、本当失礼、失礼。本当だ、あの仕事終わってさ、うん、今日はいかに撮影するから、こう、特別会だからって言われて、しまいには食レポまで捨てられる、でんでんさん、本当なんで俺勘弁してくれよってさ、妙な一日にさ、なってしまったのは本当だよ。食レポまで考える余裕はなかったですよ、本当に。でもね、さっきの栗は本当に的確だった。本当ですね。栗の甘さ。うん。あとやっぱこう、自然農の野菜とかって子供の子でも食べれる、子供が好きなんですけど、うん、余分な味がしないよね。しない。うん。さつまいもだけど、さつまいもほんと食べてるような感じがしない。うん。うん。食べた人しかわかんないですね、これ。そうそうそう。だからね、去年、売るにあたって、うん、その店舗の人に試食してもらったんですよ。はい。去年は紅はるかと紅あずまだったんですけど、はい。そしたら、え、何これ美味しいんだけど、って言われて、はい、いや、またこの人たちお世辞言ってんだろうなって思ったら、うん、違ったんだよ。本当に違った。違う。うん、これはね、星3つ。星3つ出ました。いただきました。嘘のつけないでんでんさんから星3ついただきました。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあさ、じゃあ流れでさ、はい、あとこれなんだっけ、あと残りが、紅あずま。紅あずま。うん。なるときのときはね、ごめんなさいね。4種類食べ比べていったんだけど、入れるのを忘れちゃいまして。そうですね。まあ、またね、機会ありましたらレポートしますけども。そうしましょう。これじゃあ、紅あずま。うん。うん、ね、これ、そうそう。炭火、赤いですね。これも使ってるから味わいが違うのかもしれませんね。そうですね。なんか、これ紅あずまは、柔らかい。他のと比べて。うん、結構でかいのに。うん、いきますよ。うん、うわやばうわ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 一番黄色いじゃん。ないの今、割った瞬間に湯気やばかったし。一番黄色い。見て、これほら、あんの芋と比べてもほら、全然。うわ、やば。やばい。そう。ちょっと、片方もらうけど、片方先に実食してみてよ。いただきます。うん、え？これはね、他の芋と比べても全然柔らかい。柔らかい。食感が強い。食感強い。うん。え、すごい湯気やばいんだけど。あ、柔らかさと甘さ、うん、違う。表現しづらいけど、うん、ね、俺もちょっと食ってみて、スタッフさんの俺が表現できるかどうかチャレンジさせてくださいよ。はい、ちょっと食ってみて、グッさん、うん、やっぱ熱は炭火だから未だに湯気やばいね、うん、こっちからカメラにライトに照らされて光ってる、ほら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 。ほんとだ。だから、柔らかいですよ。うん、やばい、うん、ほらほら。こんなだよ。こんなんで。いきまーす。はい。あ、ほんとだ、やばい。柔らかいでしょ。いや。味はさっぱりね。そう、さっぱりしてる。でもね、口に入れた瞬間、べったり動いたわ。そう。あのね、もう一回いきますよ。はい。なんかね、これ柔らかい柔らかい、だから今この瞬間までこの形を保ってるじゃん、はい、うん、で口に入れた瞬間にもうこの形を、はい、その瞬間に芋は溶け出すんだよ口の中でね。なんていうの、なんかさ、はい、わかんないけどなんか食べたんだけど、うん、なんていうの、美味しいんだよ、美味しいんだよ、あの表現しづらい。なんていうの、あのね、わかる。バキ風に言うと、俺が食べたんじゃない。こいつが喉の奥に勝手に入ってきたんだよっていうさ。そう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 。口にいた瞬間に、この子が勝手に体の中に吸い込まれていくんよ。そう。そう、これ、ここまでは答えなんだよ。はい。で、紅あずまね。うん。で、口に入れた瞬間に、半液体になるのも。とろけるっていうのは何て言うんだろう。そう。とろけるがまあ一般的だけど、なんかね、そう、入れた瞬間。うん。で、なんでもなんか販売みたいに言うけど、自然のでやってるから、はい。えぐみとか、アクとかが、一切ないんだよ。ない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 。ただひたすらに、あったかいものを、で、ほのかに、ほのかね、うん、甘さ的には紅はるか、はい、安納芋、で、紅あずまの方が、だんだん甘くなって
なくなってくるんだけど、とろける中で、はい、ほんの少しだけ飲み込んだ後に甘さがパッて、そう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 、いやさ、なんか不思議ですよね。だからなんかぜひ食べてもらってね。もう一回、もう俺さ、じゃあでんさんね。ん？俺の食レポ？いや、もう、伝わったと思うけどさ。はい。だけど、なんかここまでさ、仕事終わってさ、はい。で、いきなりさ、はい。あの、今日撮影ねって言われて、うん。それでこう来たからさ、はい。ぜひ、寒空の中待ってあげじゃん。うん。うん。じゃあ本当に、うん。ほのかな甘さなんですよ。うん。うん、からの、紅はるかに戻って食ってみて。無茶ぶり。これだっけ？そう、それね、あんの、白い方。あ、これか。そう、これこれこれ。あ、こっちか。ちょっと待って。いただきます。うん、ほら、色が違うしよ、全然。ね。いただきます。やっぱね、栗。栗栗マロン。マロン、マロン。うん。美味しい。確かにさっきグサンが言ったえぐみとか全くないしね。うん。うん、だから、水、あげてる水もさ、はい。グリオービットこだわってまして、アシタカ山も真っ暗で見えないんだけど、はいはいはい。それの湧き水の天然水と雨水のみと。うん。こだわりすぎだよって。で、有機、肥料は使ってるけど、地元のね、はい、あのでさつまいもは使ってません。で、あの化成肥料一切作ってないからえぐみないんだろうね。確かに。あと牛糞とか動物性堆肥もね。うん。もう本当なんか自然の甘さっていうの、うん、確かに伝わってくる気がする。でもさ、その気がするっていうのが一番大事なのよ。うん。食べたことないもん、こんなさつまいも、自然のさつまいも。いやさ。やっぱそういう言葉が一番嬉しいよ。美味しい。うん。なんか、さつまいもコロッケとかにしたら超うまそう。ああ、いいね。うん。なんか、ホクホクして。美味しい。うん、星三つ。星三つ。今年は、このデンデンさんのね、気合もありまして、はい、グリーンオービットの私が、さつまいも、紅あずま、300本、紅はるか、500本、安納芋、なるてきにく100本ずつ作りましたんで、やっぱり商売始まって、商売始まって、沼津市に、はい、11月、12月に最寄りの際は、今からね、これからもまたドラマなんですけど、はい、国道1号線みんなわかりやすいですよね。そこの1本曲がったとこに無人販売所を、これから作りますので、やっちゃうよと。そうですね。静岡行くときには買えるっていうぐらいな、スタンバイはしてきますんでね。はい。まあ、商売始まっちゃったよ。いや、でも本当にそう。卸先に試して食べてもらった時も、はい。自然農のさつまいもって、一味違うっていうのをみんなね、バイヤーさんも分かってくれて、うん。うん。その違いはでもね、あのね、こう言っちゃ悪いけど、食べてみなきゃ分からない。分かんない。だから、なんだろう。不思議。うん。食べたら。わかるけど。だから俺とデンデンさんのように、この、世の中的には不思議な存在、認知されてないけど、再生チャンネルを結構見てくれた人ならわかるけど、うん、この不思議なとこに、実はすごい、なんかちょっと面白いものがあるよっていうのはね、そうですね。さつまいもの味も出てるかな。はい。うん。ちょうどいいですよね、甘さが。出た。ちょうどいい。ちょうどいい。そう。なんかそう、いやらしい甘さじゃないっていうのがさ。そうそうそう。うん、で、食べた後の、口の中がスッキリする。そうそうそう。なんかわかります？だから、恋愛でやってると、別にすごく美人とか、イケメンとかでもなくて、はい、でも、あの人と一緒にいるのが、ちょうどいいって思う、はい。そして、今日会って帰った後、なんかすごい気持ちがスッキリしてるっていう。うん、なんだそれ。普段は恋愛につなげるからすいません、あのね、待ってる時間に3本ぐらいお酒が来たんでね、はい、あの、ほろ酔いですね。うん。普段は酔ってる状態やから。ってね、普段より酔ってます。いや、美味しかった。美味しい。うん。ってことで、
ということで。締めましょうか、じゃあ。本日はですね、サイサイチャンネル。まあ、200回記念をちょっとね、遅れた感じで242人今、登録してくれてるんですけど、もう皆様、長く見てくれてる人もありがとう、ということで、はい、ちょっと内面とかね、不思議な感じで、ニコニコのね、放送みたいな感じで収録させていただきました。題して、サイサイチャンネル、特別回、自由と2023、4種のさつまいも、蒸し焼き、実食の回、ということで、ご視聴ありがとうございました。そしてね、ここでお伝えしたいことがありまして、今ね、今回の撮影で、ずっとブレずにカメラを固定して、二人で映れるようになったのはですね、チロス様からですね、なんと三脚をいただきました。ありがとうございます。うん、しかも最新でね、リモコンついてる。すごいね。うん。だから、本当にこういう、ちょうど前回その三脚いつかね、なんて言って、どこを見てくれて、くださったということで、我々まだまだ、始まって、4回しか経ってないんですけど、はい、そんな私たちの声を聞いてくださいって環境を用意してくださいました視聴者様、本当にこの場を借りてありがとうございます。ありがとうございました。そしてですね、あ、2ヶ月ぐらい経ってからコメント来るようになったんでね。そうですね、最近なんですけども、動画を出すたびにコメントをくださる方が出てきたんですよ。嬉しいですね。で、こうやって、ね、男2人で小都市の田舎でやってるというね、そういうコメントっていうのがこうなんかね、よく言われるんですけど、ちょっと違ってね、すごく嬉しいんですよ。はい。うん。まあ、YouTube やってるとね、そういうコメントも嬉しいってよく聞くんですけど、あ、なんか、二人でやってる中で、応援してくれてる人が、この、日本にいるっていうのを実感できてね。はい。本当に行動するパワーをいただけてるんですよ。本当にこの場を借りてね、いつもコメントくださってる皆様、ありがとうございます。ありがとうございます。今回もね、再生チャンネル、暗闇の中から、はい、ちょっと本当に農業チャンネルとか全然別チャンネルって思われるような形で、あえて狙って放映しました。こんなね、ちょっと、ざけてるけど楽しそう。うん。たまには農業の勉強にもなる。こんなね、サイサイチャンネル、頑張って楽しくやってます。いいなって思った方は、グッドボタンと、そして、次回も見たいなと思ってくださる方は、チャンネル登録よろしくお願いします。ということでね、今、もう1時間ぐらいの映像になってるのかな ?30 分かな、長らく見てくださいまして。ありがとうございました。それではね、また次回はね、実践動画、の畑から普通の映像をお送りしますが、また、こういう映像もやりますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうね。アストラビスタ、アストラビスタっていう感じで。寒くなったんで風邪ひかないようにしてください。はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。